ああ、ねえずこちゃんってやっぱりいつも可愛いな。ほんと、我が妹ながら美人だな。ねえずこちゃんがアイドルになったらきっと大人気になりそうだよな。どんなアイドルになるんだろう。確かにねずこの美しさは俺たちだけじゃなくて多くの人に知ってほしいからアイドルになるべきかも。ねえねえ炭治郎、今日はねずこちゃんがアイドルになったらどんな可愛いアイドルになるかを想像して塗り絵をしてみない？それは面白そうだ。ねずこちゃんは俺の推し、アイドル塗り絵スタート。まずは僕善逸からねずこちゃんのアイドル姿を想像してみるよ。ねずこちゃんがアイドルになったらこんな感じかな。ねずこちゃんがアイドルになったらこんな感じかな。元気いっぱい踊って歌ってほしいな。よし、このねずこちゃんの塗り絵をぬりぬりしていくよ。まずは髪の毛。髪の毛は、理想は俺と一緒の黄色がいいな。わあ、かわいい。髪の毛の黄色いねずこちゃん、とってもキュートだね。次はリボン。リボンはアイドルって感じのピンクっぽい赤色に、こんな感じのリボンはどうだろう。なんかこっちのリボン汚れてる。わあ、超かわいい。キュート。あとはこの辺のリボンも赤にしちゃおうかな。かわいいね。ところどころは赤いリボンを入れていっちゃおっと。ここもしましまに。シマシマにしちゃおっと。おっしゃれ。かわいいね。では黄色、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 これも黄色。ここも黄色がいいかな。なんて可愛いんだ。ここも黄色、ここも黄色、ここも黄色にしちゃい。全部黄色だと、ちょっと飽きちゃうか。こんな感じはどうかな。黄色と青、可愛いんじゃないか。あ、交互になった。これでいいかな。あとはねずこちゃんといえばピンクだよね。着物がピンクだからこの辺薄いピンクにしてみようかな。あとこれ、あ、ここもピンクにしちゃおう。まあ、かわいい。なんてかわいいお洋服なんだろう。ここは黄色だね。マイクは黒、灰色なの。で、あとはピンクかな。
アイドルって感じ。超キュートだね。この辺はこんな感じで、あ、塗るのをね、間違えると線が塗れちゃうから気をつけつつと。かわいい。マイクかわいいな。もうねずこちゃんはアイドルすぎる。この部分青にしたらどうだろう。わーカラフル、いいね。あとはリボンか、リボン黄色にしようかな。黄色とオレンジ、全員カラーっぽいね。靴はどうしよう。ねずこちゃんカラーのピンクにするか。うん、かわいい、かわいすぎる。靴下はオレンジと黄色のストライプ。うん、いいねいいね。リボンはちょっと濃いめの紫っぽいピンクはどうかな。いろんな色でカラフルにおしゃれしちゃおう。うん、かわいい。わー、なんか元気いっぱいなお洋服って感じだね。そういえばねずこちゃんも竹の色になってなかった。竹はやっぱり緑だよね。うん、いい感じ。髪を塗り忘れてるところに塗って、あとはお顔塗っていこっかな。ねずこちゃんのお顔。ねずこちゃんいいな。ここを塗ってねずこちゃんのお目目を塗ってこ。ねずこちゃんのお目目は基本はピンクっぽい色だったよね。でそうだ、ちょっとアイドルっぽくしちゃおうっと。濃いめのピンクで、目の真ん中のところをハートにしてみたらどうだろう。わあ、かわいい。そうそう、こんな感じで、ハートにして。わあ、すごいかわいい。塗り忘れ発見。よし、あ、うん、よしよし。あとは周りのキャンディー塗っていくかな。と元気いっぱいみんなを応援するアイドルだよ。かわいいね。あとはどこを塗ろうかな。このスカートの部分もうちょっと塗りたいな。この色で塗ったらどうでしょうか。
かな。あ、かわいいかわいい。いいね、ねずこちゃんはやっぱ何着ても似合うな。ここもこんな感じでやって。なんだか綺麗だな。なんだろう。スイーツみたい？パフェみたいな感じだね。かわいい。リボンをここに塗って、ちょっとここに塗っちゃおうかな。わあ。よーし、これで、アイドルねずこちゃんの完成だ。あがつま善一プロデュース、元気いっぱいアイドルねずこちゃんの出来上がり。どうかな、炭治郎、可愛く塗れたかな。すっごく可愛いな。なんだか見てるだけで元気がもらえる。そうでしょう。ねずこちゃんの可愛らしさ、キュートさ、元気いっぱいなところを表現してみたんだ。わー、このねずこちゃんのライブ行きたい。歌って踊ってるとこ見たいな。可愛いねずこちゃん、すっごい、ファンになっちゃいそう。さすが善逸はねずこのことよく見てるよな。ひひひ、そうでしょう。よし、次は兄ちゃんである俺がねずこをアイドルにプロデュースしちゃうよ。俺の考えるアイドルねずこはこんな感じ。ねずこはちょっとクールなアイドルの衣装も似合うと思うんだ。よし、こんな感じのちょっとクールなお姉さんっぽい感じのアイドルねずこを塗り絵していくよ。髪は黒。黒い髪をぬりぬり。黒髪アイドルもとっても可愛いよね。そしてお洋服はどうしようかな。ねずこはピンク色が好きだよね。ピンクでぬりぬりしていくよ。基本はこんな感じのピンク。基本のピンクを塗ったら、今度は紫でぬりぬりしてみよう。大人っぽい色といえば紫だよね。かわいいな。シンプルだけどかわいい大人っぽい衣装を目指してみよう。わあ、素敵。細かいけど丁寧に丁寧に塗っていっちゃおう。かわいいね。あとは帽子の色。帽子はここを紫にして、ここも紫にして、あとはねずこのいつものリボンの色、薄いピンク色でぬりぬり。かわいいね。ここもピンクに塗って、ここもピンクに塗って、そしてこの部分はちょっと濃いめのピンクでぬりぬり。うわー、かわいい。ここもピンク。すっごくおしゃれ。マイクもピンクで塗ったり、あとは
黄色で塗ったりしていこうかな。この辺青で塗っちゃう。こんな感じのマイクどうかな。うんうん、かわいいかわいい。あとはちょっと大人っぽさを足すとしたら黒がいいと思うな。このあたりを黒でどうかな。似合ってるかな。おー、かわいいかわいい。リボン黒にするとどうだろう。あ、いいかもね。で、この部分を紫で。うん、わー、おしゃれ。いいね。もう少し差し色っぽい明るい色を入れてみるか。緑、あ、兄ちゃんの緑を入れるか。いやー、でも紫に緑はあんまり合わない。これぐらいの緑だったら合うかな。青の方がいい気がする。うん、これぐらいのブルーだったら、あ、ちょっと、あ、うん、かわいい。これぐらいのブルーだと入れていきますよね。こことかね、ブルーでいい。うんうん、あ、似合ってる似合ってる。縁をブルーにしていこうか。お、なかなかかわいいぞ。竹だね。やっぱ竹は緑だよな。うん、かわいい。あとお顔の色を塗っていくか。お顔の色、お手手の色、ぬりぬりしていくよ。お、リボンの塗り忘れ発見。紫で塗っちゃおっと。赤も入れても、ちょっと赤っぽい色入れてもいいかもね。あ、かわいいこの色。あ、この色いいね。このしましまの部分でこの色。あ、かわいい。あ、なんか衣装としての精度が上がった気がする。白じゃなくてこの色。うん、あ、紫と赤っぽい色の組み合わせ合うな。おー、かわいい。ね、ここは白でいいかもしれないな。うん、こんな感じかな。あとは、あ、足塗ったっけ。よし、オッケー。そして目の色だな。ねずこの目の色はピンク。薄いピンクで、で、ここをペンでこんな風に塗りだな。で、うまく塗れないのでペンでまつ毛を塗って、うん、かわいい。アイドルだからちょっとお化粧させちゃう。ふふふ、前日よりもかわいくかわいくしようっと。こんな感じで作っちゃいました。おう、ちょっと整えて。うん、かわいい。あー、まさにアイドルって感じだな。あとはこの
部分のハートも塗っていくよ。紫色の衣装なので周りの飾りも紫に、羽も紫、かわいい。よし、アイドルねずこ、これで出来上がりだ。頑張って塗ってみたけど、どうかな、このねずこかわいいかな。うわー、ねずこちゃんかわいすぎる。このアイドルの衣装も超キュートだね。だろうだろう。俺と炭治郎、どっちのアイドルねずこちゃんの方が可愛いと思った？可愛いと思った方の名前をコメント欄に書いて教えてね。俺、善逸の書いたこっちのねずこちゃんの方が可愛いと思ってくれた人はコメント欄に善逸って書いて教えてね。元気いっぱい明るいアイドルのねずこちゃん、このねずこちゃんを見るだけで一日の疲れが吹っ飛んじゃいそう。応援したい。俺、炭治郎のねずこのアイドル姿はこんな感じ。紫をベースにしたとっても大人っぽいアイドルにしてみたよ。かわいすぎる。ねずこ、歌って踊ってほしい。ファンさしてくれ。炭治郎か善逸かどちらかの名前をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。みんなのコメント待ってるよ。ねずこちゃんのアイドル姿超かわいい。ねずこちゃんがアイドルになったらいいのになと思ってくれた人はグッドボタンを押してね。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。このあたりにボタンがあるよ。押してね、押してね。よろしくお願いします。チャンネル登録してくれると励みになるよ。それじゃまた別の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い。メリー、アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい。メリー、そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくね。